今日葛城市に来てるんですけどね、今日はこうと雨が降るいうことで今日回れなかったね。雨降る言ってるからね、本当に回れなかった。ここ行けるな。あら、入り口ないかね、これ。またかな、しゃあないんかい。まず看板を見てみましょうか。ああ、見にくいな、この看板。神明神社古墳。このね、石像を一回、もう一回取ってくれいうことやけど、はい、取ってみましょうか。前取った記憶あんねんけどね。あんまりちゃんと取れなかったか。あ、今日空いてるぞ。ラッキー。いやー、空いてないんか。どうかね。やっぱ買いかかってますね。残念でした。空いてなかったですわ。あ、今日は見えるわ、今日は。前よりもちゃんと見えます、これ。これかなり、大きい使ってるね、上も横も。はい、こんな感じでございました。これでよかったやつかね。前回も撮ってるんだけどね、ちゃんと撮れなかったかね。はい。ありがとうございます。あら、大きい石が、右も左も、上も、すごいね、これは。あの、白いのなんだ、セメンか ?7 世紀かね、これ。ああ、横の石もね。綺麗にカットしたね。はい、ありがとうございます。この上がね、こんなやから。ね。石図に、面数とかはね、完全にきれいにカットしてありますわ。平面にね。はい、ありがとうございます。あ、これは違う。これは違う。これは現在の石垣でございますわ。おー、中、切り方ね。ちゃんと前見てなかったよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そういうことでございました。うーん、わからんな、これじゃ。7世紀ですけどね、わからん。文字が見えませんわ。まあ、7世紀の後半でしょう。これの作り方、石はね。お、100と1万のかいね。はい、ありがとうございます。お、皿池古墳か。もう時間ないね、今日は。皿池古墳は何言うてはらんかったもんな。はい、明神神社古墳でした。ありがとうございました。今日はずっと雨言うてたんでね。朝から雨や言うから。ねえ、仕事午前中入れたんでね。いつもやったら実験地区もあんねんけど、全然気開けませんでしたわ。この近くをちょろっと待っただけで。はい、ありがとうございました。